皆さんこんにちは、小松豊です。今日もちょっと前回に引き続いて法律の話、政治の話をちょっとしたいと思います。前回政治と健康や医療っていうのはつながってるんだよという話で、基本法ですね、脳卒中循環器病対策基本法、これに関わった、その苦労話なんかも話をさせてもらいました。実際どうやって法律ができているのか、そして審議されているのか、でそれが成立しているのか、でこれっていうのは意外とみんな知らないんですよね。法律を作るだけじゃなくて成立させる、これが大事だということが私はその国会にいてよく分かりました。よくね、議員 の通知簿みたいなのあるじゃないですか。何回質問したとかね、委員会の質問回数、本会議の質問回数、それから、質問収集書をどれだけ提出したかとか、それ議員立法をどれだけ提出したか、こういったことがその数値として現れています。でもね、これやっぱり皆さんぜひ頭に入れといてほしいのが、じゃあ議員立法と国会議員の仕事、大事な仕事、これ出すだけなら、簡単とは言えないけど出すだけだったら結構できるんですよ。でも出したらそれで審議されなかったら廃案になっちゃうわけですね。大事な法律、こういった法律を作りたい、これを出すだけじゃなくて成立させる、これが大事なんですよ。だから私は、言い方悪いけどね、この法律を成立させる、通すためには与野党関係なく、その国会議員みんなこれはいいぞってこういったものを作らなきゃいけないし、それを賛成してもらう、みんなに賛成してもらう努力をしなきゃいけない。それをせずにただ作って出すっていうのは、これはもう、パフォーマンスにしすぎないね。その自分をこう目指したい、売りたいだけ、言い方ちょっと失礼かもしれないけど、私はやっぱりそういうふうに感じます。大事なのはどうやって成立させるかなんですよ。そういう苦労を前回ちょっとお話ししたわけですね。法律がどうやって成立していくかっていう一般論をちょっとお話ししたいと思います。法律、国会で作って、そしてこの審議して成立させる法律には2種類あるっていう話をこの前もしました。閣法、閣法っていうのは内閣が提出する法案です。そして議法っていうのは議員立法ですね。議員が法律を作る、そして成立させるわけですけれども、去年2021年それぞれの法律どれだけ国会に提出されて、そしてどれだけ成立したか、これ調べてきました。閣法、内閣提出の法律案が63本提出されて、そのうち61本が成立してます。63本出された法律のうち61本が審議されて可決成立していると、 96.8%。 議員が作った議員立法、これは86本提出されていて、成立したのが21本、24.4%。 内閣提出法案はほとんどが成立しているけども、議員立法は成立したのは4分の1だと。これなぜか分かる？いろんな理由があるんだけどね、内閣が出された法案とやっぱり政府が早くやらなきゃいけない、予算と関わる法律もあるし、重要な法案ですよね。でどうしてもこちらの方が優先しなきゃいけないっていうことがあります。決められた会期の中で法案を成立させなきゃいけないなると、やっぱりこちらを優先すると、どうしても議員立法を議論したりする時間が少ないっていうのも一つの理由です。そんな中でも21本取ってるわけね。でこれは議員立法でもいろんな種類があるんだけども、多くが会期末に近いところで成立するんです。でこれはどういうことかっていうと、基本的に全会一致提出された法案、審議なしであらかじめしっかりと与野党、また各会派でしっかりと話をしておいて、これは採決して成立させよう、あらかじめそういったことをしっかりと了解した上で、委員長提案という形で国会での審議をなしで委員会採決、そして本会議の採決、そうすると成立するわけです。でそういったとこまでしっかりやれば議員立法とも成立するということです。だけどそれ時間がなかったりとかすることもある。もう一つは、議員立法の中にはもう成立しなくてもいいや、出すだけで私がこの法律を作って出しましたっていう実績になる、本当は成立させることが目的なのに、自分のためにただ出すだけ、全てがそうじゃないけど、一回出しておいてまた次にこう広げていこうって、そういう考えもあるけども、どう見ても成立させる気もなくてただ出すだけって、こういった議員立法もなくはないと私は感じています。だからそれ、国会議員の通知簿にね、そういった議員立法の提出回数というのは出るわけですけども、やっぱり私は本当に見てもらいたいのは、その人が関わった議員立法が
どれだけ成立したかっていう、これを見てほしいなと思います。私も議員立法成立に向けていろいろ野党を走り回った時、何としてもこの国民のためにこの法律を成立させたい、こういった場合はですね、野党の先生の意見をしっかり聞くっていうことももちろんそうだし、場合によってはね、私が作ったとか自民党が作ったとか、そういったことはもういらないから、そっちが作ったことにしてよ、それでもいいから何とか成立させてくださいよ、そういったことまで言う場合があります。だからそれはもう自分のためではなくて、そのこの法律が世の中のためになると、そういった思い でそういったことが今までもやられてきたことがあると思います。そこまでやってる議員も結構いるんだよっていう、それをちょっと頭に入れておいてほしいなと思います。質問回数もね、よく本会議で何回質問とか委員会で何回質問ってありますけども、この閣法、多くが閣法なわけですよね。内閣から提出された法案というのは、議員内閣制だからね、日本は。だから今与党野党あるわけです。で、基本的に内閣から出された法案というのは、与党の中、今自民党公明党、この与党の中でもともとしっかりと審議をして、党内手続きって言いますけども、自民党としても公明党としてもこの法律でいいっていうことを了解した上で国会に提出されるんです。自民党の中は中でさまざまな部会であるとか、それから総務会っていうのもあります。そういった、手続きを経て自民党はこの法律でいいですよっていうことをまず決めます。で、さらに公明党も党内でそういったこの法律に関してこれでいいよと、でここは修正しなさいっていう議論ももちろんあるわけですけども、そこで決めます。で、この党内の議論は本当にけんけんがくがくの議論になります。新しい政府から法律案が出されてきたと、これはおかしいじゃないかと、これこうしなきゃいけないって、こういったことはもう本当に激しく、場合によってはね、喧嘩をして議論がされるってこともあります。で、そこで自民党で決めた、公明党でも OK を取った、与党としてこの法律で OK だよって了承するわけで、その上で国会に、閣議で決定されて国会に提出されると。で、そこで、委員会で審議をして採決で、それが本会議、委員会ね、これね。で、本会議採決されて、で、今度は参議院に行くと、ここら辺はちょっと省くけども、つまりもともと了解して議論をして修正もされて提出された法律なんですよね。で、これが国会で提出されて委員会の中で審議すると、じゃあ自分たちは一体了承しているもの、自民党だったら自民党の委員がこれおかしいじゃないかとか、これをこう変えろっていうことは普通はないわけです。それやったらもうなんかおかしいな人になっちゃうよね。もしそこで文句があるんだったら自民党の中でしっかり言えよって話ですからね。で、そこでもちろんそういうことも言って、それでその上で了解してるわけ。逆に野党の先生方はそこでしっかりとした意見を言わないといけないし、場合によっては修正するっていうこともあります。で、もともと数としては与党の委員の多いから、少ない野党の先生方の時間が長くなる。そうすると当然毎回毎回質問できるっていうことになるわけですね。で、自民党の中では参議院の了解はしてるけども、でもやっぱり委員会の中でしっかりと大事なことを言いたい、質問したい、本会議でも言いたい、こういった議員ももちろんいるわけですが、そのやりたくてもできない、これが与党議員の宿命なんですね。だから野党の先生方の方が質問の回数が多くなるというのはこれは当たり前で、こういう、こういった仕組みがあるということを一つお話ししておきたいと思います。それから議員立法の苦労を前回もちょっとお話をしましたけども、いろんな苦労があるけど、みんなが賛成するような大事な法律を作って、それを野党の先生が説得することも大事、それから初めからこういった法律を作ろうよということを超党派の議員連盟、こういったものを作ることがあります。スポーツの分野でも超党派のスポーツ議連というのがありますけれども、党派を超えて初めからこういった法律を作っていきましょうということを野党の先生も一緒に入れながら議論していくと、最初から関わっていただくわけです。で、もちろん与野党も党派を超えて一致することも多いんですが、それでもうちはやっぱりそこは賛成できないよ、こういったこともその中でしっかり言ってもらって、でお互いにそんなとこだなということで決めていく、でこういった形でその議員立法を進めていくと、時間をかけずに法律が成立するということも可能になるわけですね。ですから、議員立法を作るだけじゃなくて成立させる、これが大事だという話をちょっとしたかった。せっかくね、若い人も含めて政治に興味を持ってもらいたいと思いますし、選挙の時にね、みんなこれを実現しますって声高々に言うわけじゃないですか。これを実現させるためにはどうすればいいのか、分かってるか分かってないかって私は結構大事だと思うんですよね。簡単にその法律を作るだけじゃなくて、法律を作らなくても実現できるさまざまな政策もあります。
だけどもこうやって法律を作るというのはこういうことだということをお話をさせていただきました。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。じゃあまたバイバイ。小松豊のゆたちゃん、健康やスポーツ、そして新型コロナ、また私が経験した政治の話も含めて分かりやすく発信していこうと思います。チャンネル登録、そしてグッドボタン、よろしくお願いします。